じゃあ今日11、12かな。ブラックマーケットへゴー！行きましょう。ブラックマーケット怪しいとこにはさ、生徒行ってほしくないけど。ガヤガヤ。でも、なんか全然、なんかね、その、田舎の商店街みたいな感じで、すごい懐かしみがあるんだけど、僕の地元みたいだ。ここがブラックマーケット。わぁ！すっごい賑わってますね。本当に、小さな市場を想像していたけど、また一つぐらいの規模だなんて、そんなでかいんだ。連邦生徒会の手が及ばないエリアが、ここまで巨大化してるとは思わなかった。うへぇー。普段私たちはアビドスにばっかりいるからね。学区外は結構変な場所が多いんだよ。アビドスもアビドスで、治安悪いけどね。もうちょっと終わってるな、ここの地域。ムスの先輩、ここに来たことあるの？欲しいの？いやー、私も初めてだね。でも他の学区には、他の学区には、変築林なものがたくさんあるんだってさ。そうなんだ。超でかい水族館もあるんだって。アクアリウムっていう、めっちゃいいじゃん、行きたい。今度行ってみたいな。うへー。魚、お刺身。よくわからないけど、アクアリウムってそういうのじゃないような、食べないよね。皆さん油断しないでください。そこは違法な武器や兵器が取引される場所です。何が起こるかわからないんですよ。真面目だね。先生がいるから安心したまえよ。何かあったら私が、キャッ！え、なんで？学校内にいるんでしょ？あー、こっちで撃たれてるんだ。早っ。僕たちにじゃなくて他の地域で。銃声だ。待て。え、まずいです。ついてこないでください。かわいい。バーコ知ってる。BGM で知ってる。ひふみの子でしょ。クソかわいいな、この子。色素が薄いのが好き。うん。そうはいくか。あら！チンピラちゃんもなかなか可愛らしい方が。男のチンピラっていないのかな。ガチの男のチンピラに来られたら僕、ちょっと逃げそうなんだけど、生徒置いて逃げそうだからあれだけど。でも銃撃ってくるもんなって思って。あれ、あの制服は、どこに来る？あ、確かに制服が違うから。そうね。その人？わわ、そこどいてください。助けてあげねえだ！ドン。じゃあさ、ごめんなさい。めちゃくちゃ急いでる。大丈夫？なわけないか、割れてるみたいだし。え、でもさ、この状況だけ見てさ、ひふみちゃんがいいやつか悪いやつかわかんないんだけど。わからん！もしかしたらひふみちゃんが、ブラックマーケットでなんか詐欺を行った可能性もあるし。なんでこんなところにいるの？ひふみちゃんは。それが、なんだお前らはどけ。私たちはそこのトリニティ。はいはいはい。生徒にはなる。やむくに、怖いな。私の方は特に用はないですけど。思い出しました。その制服、規模と成長のマンモス校の施設、トリニティ総合学園。なるほど。一番でっかい学校かな。そう。そして規模として一番金を持ってる学校でもある。だからガッチって身の代金をたんまりいただこうってわけです。こいつが悪い奴だったよかった！ひふみちゃんは、僕たちの味方だ。ガッチって交渉、なかなかの在宅だろ。誰からもらうの？え、学校側に身代金要求すんの？なんかその、ブルアカの生徒たちってさ、あれでしょ？その、お父さんお母さんの概念がない気がするんだけど、どうなんだろう？どうだ？お前らも興味があるような計画に乗るか。身代金の分け前は大丈夫かな？白子ちゃん乗らないか？白子ちゃん？あ、さすがに違うとよかった。なんか疑ってごめんね。なんか身の代金がどうのこうのって前言ってたじゃないですか。悪人は懲らしめないとです。うん。いいかな。あ、え。ひふみちゃんは戦えないのかな？ま、お嬢様学校の生徒みたいな感じかな？でもなんか、左下の、ね、バッグの中に、刀みたいな、なんか鞘が出てきてない？ありがとうございました。皆さんがいなかったら、学園に迷惑をかけちゃうところでした。それに、こっそり抜け出してきたので、何か問題を起こしたら、想像しただけでも。ひふみちゃんだっけ。それにしても、トリニティのお嬢様が、なんでこんな危ない場所に来たの？そうだよね。
ああ、それはですね、実は探してるものがありまして、もう販売されていないので、買うこともできないものなんですが、ブラックマーケットでは密かに取引されているらしく、大人学校の闇ですか、これが。お薬かな。もしかして、戦車？もしくは違法な火器？化学武器とかですかね。え、いえ。そうですね。ペロロ様の限定グッズ。ペロロ。それはその、鶏みたいなやつ？そのためにここまで来たの。ネット通販でいいじゃん。でもメルカリとかで売ってるって高額ね。ね。ちょっと、お嬢様ら、ちょっとそこで購入していただいてね。ペロロ。限定グッズ？はい、これですね。ペロロ様とアイス屋さんがコラボした限定のぬいぐるみ希少。もうペロロ様嫌がってるし、食わされてるし。人間の食い物は食べれねえんだ。うわ、押し込まれてるな。え、でもまあ一応買えたんだ。よかったね。限定生産で100体しか作られていないグッズなんですよ。え、ペロロ様って人気なの？わー、桃フレンズですね。私も大好きです。ペロロさん、かわいいですよね。私はミスターニコライ、ニコライさん。あります？ニコライさんは哲学的なところがかっこよくて。最近出たニコライさんの本。善悪の彼方も買いましたよ。それも初版で！オタクはトークが弾むんだよな！そうだよな。なんだかんださ、職場とかで仲良くなるのはこういうなんか、オタク趣味でね、話が合う人な気がする、僕は。いいなぁ。いやぁ、何の話だか。おじさんにはさっぱりだなぁ。星野ちゃんってさ、今更だけどおじさんっていうように、なんか理由があるの。おじさんっていうようになった理由が。何なんだろう。星野先輩、こういうファンシー系全く興味ないでしょ。そうなの？なんか見た目がゴーホルリっていうファンシーだから、ね、興味ありそうだけど。むー、最近の若いやつはなぁ、ついていけんよ。ありますね。皆さんほぼないじゃん。というわけでグッズを買いに来たのですが、先ほどの人たちに絡まれて皆さんがいなかったら今頃どうなっていたことやら。ところでアビドスの皆さんはなぜこちらへ。わかるんだアビドスって制服で。私たちも似たようなもんだよ。探し物があるんだ。そう、今は生産されていなくて手に入れにくいものなんだけど、ここにあるって話を聞いて。そうなんですか、似たような感じなんですね。皆さん大変です。四方から武装した人たちが向かってきます。なんでそんなに重要人物なの？ひふみ。何？あら。あら、この声は、じゃ、チンピラ、ねえ、68に来てほしい。お前らみたいなモブじゃなくて。モブザコが、僕を興奮させた罪は重いぞ。終わらせやろ、一瞬で。先ほど撃退したチンピラの仲間ようです。完全に敵対モードです。望むところ、逃げ、逃げるのは、あれか、ひふみさんを守れないのか。まったく、なんでこんなのばっかり絡んでくるんだろうね。私たち、なんか悪いことした？愚痴は後にして、お伝えしましょう、皆さん。さて、さて、さて。わからせは、一瞬で終わらせますか？星野先輩、かわいい！星野先輩！あ、準備できた。ひふみも戦えるやん！あ、苦手なんだ、戦う。いつもオートでするけどさ、ちょっと見ていい？ひふみさんの能力あんまり知らん。前は私に任せて。ひふみさん、行ってみよう。ひふみさん、敵いっぱい。400か。全体。ま、全体ダメージの方が僕は高いらしいけど。こっちだよ。さあ、お願いします。ありがとう。回復は？ナイス！回復便利だな。状況を把握しました。まさか、本当のためにいる。おじさんを一つ拒まれて。ひふみに貯めるか。の能力は隠れました。ペラロ人形が出現し、遠近範囲内の敵に対して攻撃力。遠近範囲で入んの強くね。ひふみの最大 HP160% の HP。 強いな。ひふみちゃん強いじゃん。攻撃方、まだもったいない。ひふみん、いけ、いけよ。ハゲ取りも、ごめん、場所が悪かった。なんか申し訳ないね。あら、私の番ですね。オリンピックの番ですね。さてさて、一旦頑張ってくれたまえ。ガードつけながら、なんとか頑張って。ちょっと向きを間違えてごめんね。
早く早く早く、おじさんから、この星へ到着しました。やばいよ、お願いします。1体狙いね、つるこさんのことを。あー、詳しくもおじさん、おじさんやったれ。おー、よいしょ、よいしょ。後ろにいるような性格な気がするけど、タイミングバッチリですね。かかって前線やってくれるのが先輩って感じがしていいね。最高の戦いでした。敵撤退しちゃいます。だけどこのままでは仲間を呼ぶつもり？いくらでも相手してあげる。待ってください、それ以上戦っちゃダメです。もっと本体とか来るのかな。どうして？だってブラックマーケットで騒ぎを起こしたら、ここを管理している治安機関に見つかってしまうかもしれません。管理してるやつがいいの？治安機関でも放置してるんだよね。どういう状況？上から腐ってんのか。あう、そうなったら本当に大事です。まずはこの場から離れ。そうね、ひふみちゃん隠れてきてるからね、バレたくないもんね。ふむ、わかった。ここのことはひふみちゃんの方が詳しいだろうから下だろう。せ、運のいいやつだな。こっちです。仲間が一人加わったと。いいっすね、ブラックマーケットへ。まだ続くんだ。あ、そうか、探し物があるんだもんね。そう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 、二つの要件も終わらせねば。月図にやっていきましょう。ブラックマーケットへ、カッコ2。ここまで来れば大丈夫でしょう。陥落が、うわ、めちゃくちゃうまそう。ラーメン、焼きそば、お好み焼き。はあ、これ、一番うまい並びじゃないですか。ああ、屋台はいいよな。わかる。一回だけラーメンの屋台食べたことあるけど、もうなんかね、味とかよりも雰囲気がいいの。おっちゃんとか結構気楽に話してくれて。あれ、たまらんよな。あれわかる、トッピングいるみたいな。そう、気楽な会話がすごく楽しかった。ふむ、ここをかなり危険な場所だって認識してるんだね。え、当然です、連邦生徒会の手が及ばない場所の一つですから。他にもあるんだ、ブラックマーケットだけでも学校数学園数個分の規模に匹敵しますし、決して無視はできないかと。それに様々な企業がこの場所で違法な事柄をめぐって利権争いをしていると聞きました。それだけじゃありません。ここ専用の金融機関や治安機関があるほどですから。そうね、金融機関、闇金中やつですね。怖いよ。銀行や警察があるってこと？それってもちろん認可されてない違法な団体だよね。はい、そうです。スケールが桁違いですね。中でも特に治安機関はとにかく避けるのが一番です。騒ぎを起こしたらまず身を潜めるべきです。誰だろ、治安機関のメンバーって。ひふみちゃん、このことに意外と詳しいんだね。そうだね。え、そうですか。危険な場所なので事前調査をしっかりしたせいでしょうか。いや、ごめんね、うちの生徒たちが迷惑をかけて。そうだよね、下調べは大事だよね。決めたー。助けてあげたお礼に、私たちの探し物が手に入るまで一緒に行動してもらうね。おじいちゃん、やるやん。お尻弱そうだね。な、ちょっとひふみさん付き合ってよ。いや、ごめんなさい。まあ、いいアイデアですね。なるほど、誘拐だね。はっ、誘拐じゃなくて案内をお願いしただけでしょ。もちろんひふみが良ければだけども、私なんかでお役に立てるかわかりませんが、アビドスの皆さんにお世話になりましたし、喜んで引き受けますよ。ふーむ。おー、それさ、ちょっとだけ同行頼むね。アルちゃんハウスじゃないですか。ブルルルルル。カッチャ。あれ？いない。アルちゃん何すんの？電話出ないの？ん？表情が暗い。もしかしてクライアント？うわー、そりゃそんな顔になるよ。失敗したって報告しないとじゃん。アル様。怒られるのかな、アルちゃん。泣いたら慰めてあげねば、僕が。くっ頑張って。はい。便利屋68です。怖そう。
ふむ、興味深い報告だ。そうなの？ここまでの練習を拝見したよ。で、実践はいつだ？練習これ。で、あれが実践だったんですが。あー、かわいそう！板の錆だよ！なんでもありません。もちろん実はすぐにでもという感じで。あ、一週間以内には、はい。できるわけないじゃないですか！できなってノリで言っちゃった。あるちゃん、あるちゃん、お金もないんでしょ？ふふ。はい、そうです。お任せください。奴らのデータ自体は正確なものだったはず。計算ミスか？いや、しかし、あの力は明らかに。僕の先生が来たからってことかな。お困りのようですね。いや、困ってはない。ただ、計算に少しエラーが生じただけだ。アビドスの連中がデータよりはるかに強かっただけのこと。黒服。データに、間違いはありません。これは単に、アビドスの生徒がさらに強くなったと、解釈すべきかと。どういったい。アビドスにどのような変化要因があったのか、確認してみましょう。じゃあ、僕の影響で何度か撤退させられたんだ。本当だったら、アルちゃんたちのところで落ちてたんだね。では、来るのか、黒服が。ガチャリ！ふわー！お疲れ様。マジでさ、失敗した後の上司の報告きついよな。メンタルズリズリやれる。その後声出なくなるもん。やつれたね、アルちゃん。ダイエットしたね。社長、一体どういうこと？まさか、また戦うの？クライアントは、私もよく知らないけど、超大物なのよ。この依頼、失敗するわけにはいかないわ。だけど、アビドスの連中思ったより強かったさ。それに、あのシャーレの先生が一緒にいるから、私たちだけじゃ無理だよ。お金も全部使い果たしちゃったし、どう戦うのさ。あ、私がバイトでもしてきましょうか？ダメよ、怪しいバイトは！お父さん許してないわ。その稼ぎで傭兵を雇うには、全員あと1年は、いや、傭兵って高いんだね。そうよね。守ってくれるんだもんね。力仕事だし。こんな高いオフィスなんか借りてるから、無駄にお金ばかりかかってるじゃない。うるさい。ちゃんとした会社なら事務所は基本でしょ？その方が仕事の依頼も増えるんだから。それは1年あるよ。別に私は前みたいに公園にテントでも構わないけど。それも趣があるね。なんか頼みたくならん？ちょっとした仕事とか。ね、なんかその猫の探索とか。そういうの頼みたくなりそう。黙りなさいよ。みんなうるさい。静かに。ああ、荒れてるなぁ。勇者。だけど、大丈夫かな。あまりその、落ちぶれてる会社とかに勇者とかってもらえないけど。アルちゃん、ブラックリスト入りしてるでしょやってるんですね、あの子。違うよ。私は指名手配されて、口座が凍結されただけ、それでいいの、アルちゃん。人生って長いよ、おじちゃんは。思うよ、そういう風に。まだ若いでしょ。やり直せるよ。そうだっけ？あ、そうだった。風紀委員会にやられたんだよね。あら。風紀委員会ね、ここまで痛めつけられるとは思わなかったわ。学園の生徒にやられとるし、中央銀行も行ったところで門前払いだろうね。うるさいってば、他に方法はあるんだから。見てなさいよ、アビダス。もうさ、終わらせないんだから。今のとこ、普通に、アルちゃん側が悪いんだよな。アルちゃんって性格悪いの？どうなんだろう。なんか見た目と言動が好きだから好きだけど、便利屋のミッションは、これからだ！へえ、一体どうするつもりなんだろう。どうするんですかね。出勤、ごめんなさい、出動、副動、仮面、ごめん、読めんかった。次！つえさん。出動、覆面、水着だ。覆面、水着だ！え、まさか、アルちゃん、そういうエッチな格好で稼ぐつもり？猫が猫